はい、次にご紹介する本はこちらです。社会を良くしてお金を稼げる仕組みの作り方というこの一冊です。この本は、まあ、この通りなんですけれども、日本で言うと例えばボランティア、世の中で社会貢献をするとお金を稼いではいけない、お金を稼ぐのはどちらかというと汚いことだというような考えがあると思うんですけれども、これが、せっかく世の中にいいことをして、しかもお金を生み出し、でそのお金を使ってさらにそのいい流れを、広げていこう、そういう仕組みのことがこの一節で学べるのではないかなと思います。でそのためにやはり仕組みというものが必要で、この日本初の仕組みというものがこの中で紹介されてもいます。で、この、まあ、でも一番大切なのはその考え方を変えるというところなのかなと思います。この日本的な、いいことをするときにお金を絡めてはいけない、そこの考えを変えるために実際にこの本を読んでいろいろな仕組みを知ることにより、世の中によりいいことを広めるためにもお金を稼ぐ、こういう視点があってもいいのではないかなと思う一冊でした。ぜひ読んでみてください。